では今回は、地下下経について計算したいと思います。地下下経の例としてはこちらにあります鉄アンダーバー RU、 多分おそらくルーテニウムなんですけども、これを使えばいいです。これを開いてみましょう。で、これはもうすでに計算が走らせやすいように SCF サイクル用に GO と書いてありまして、でポテンシャルファイルの名もちゃんと書いてありますし、でブリルアンゾーン読んでいいですね。ミクスチャーだけ50というのはちょっと小さいので、これを、増やしておきましょう。200ぐらいにしておきましょう。であと、いくつか変わっている部分を少しだけ、変わっている部分をちょっと見ていきましょう。あ、この、REL タイプというものですけども、これが、SRA になっています。これは、スカラーリラティブスティック、スカラー相対論のものになります。スピン軌道相互作用における、質量の増加効果が入っております。フルリラではないですが、よく使われる、一般的によく使われる、スピン軌道相互作用の効果のを取り入れる、手法です。で、次に、次に重要な部分はこちらです。CMP ナンバーオブコンポーネントが2になっています。つまり、この鉄とついたところの名前のものは2つの成分からなっているということになります。でどの成分になっているかというと、26の、原子番号26番鉄と、あとはまた44番のものになっています。でその比率が100対0になっています。で、まあ、ほとんど、もうほぼ 100% 鉄がある中にわずかに、44番のものがルテニウムが入っているというような結果になります。これを例えば変えたければ、95対5というふうにすればいいです。でこの、CONC の部分のこの数値は、この、比率になりますので、例えば、合計で100にならなくても、例えば2対1としたければ、こういうふうにすれば、このようにすれば2対1の比率で混ぜられます。まあ、わかりやすい、間違えずにわかりやすくするために、まあ、合計100になるようにチェックしておくの、しておくのが良いかと思います。これでセーブします。で、計算方法は、これまで通りです。とりあえずやってみましょう。まずターミナルを開いて、で今ここがフォームのディレクトリですから、チェンジディレクトリ CD のスペースの CPA のものを入れて、エンター。で、こちらが対応するようになります。で、スペック X で、インの入力ファイルの鉄、ルテニウムのものになります。これでエンターをします。そうすると計算が進んで、SCF サイクルが進んで、このようになります。そして、エラーがマイナス6あたりになって、トータルエナルギーがこのようになるということです。でこのようにして、いろいろな、置換、いろいろと元素を置換した経緯を計算 していくことができます。今回はこれで終了します。